埼玉県代表花咲徳栄高校対神奈川県代表横浜高校のスターティングメンバーを発表します。先攻花咲徳栄高校、1番セカンド斉藤くん、背番号4、2番ライト目黒くん、背番号9、3番センター生田目くん、背番号8、4番ショート石塚くん、背番号6、5番レフト田島くん、背番号7、6番サード探しなくん、背番号16、7番ファースト横山くん、背番号3、8番ピッチャー涌井くん、背番号10、9番キャッチャー田畑くん、背番号以上が先攻花咲徳栄高校のスターティングメンバーです。続きまして後攻横浜高校、1番センター阿部くん、背番号8、2番サード為永くん、背番号5、3番セカンド峰くん、背番号4、4番キャッチャー椎木くん、背番号2、5番レフト上田くん、背番号7、6番ファースト松本くん、背番号15、7番ライト井上くん、背番号9、8番ピッチャー奥村ライトくん、背番号10、9番ショート奥村亮太くん、背番号6。以上が高校横浜高校のスターティングメンバーです。次にこの試合の審判員を紹介します。球審松本、塁審は1番木村、2番石川、3番石橋、以上4種の審判員です。この試合の公式記録員は栃木県高野郡森田理事、場内アナウンスは作新学院高校の原愛奈が担当いたします。試合開始まで今しばらくお待ちください。